あるのね。それまでにメイクしなきゃね。今まだしない、ギリまでメイクしない。あいつお昼朝昼兼用かな。で食べた。今日はちょっと食べて、なんか意外とお腹いっぱいになったので、すぐ。シトエさんありがとう。フォグピグさんかわいい、ありがとうございます。クロちゃんさんハートとだるま、ありがとう。みょうよろね。みょうよろって、でもなんかいつもと変わらず配信って感じですね。でも お昼休み中、皆さん。あ、クロちゃんさんありがとう。そうです。まあお題ね。お題と、お休み、昼休み。かわさん、かわいい、ありがとうございます。お昼、これからお昼かな、みんな。いやー、お昼食べた後ね、いい感じに眠くなるよね。わかる。寝てたのでご飯何食べ、わか、あー、何気分だ。サラダ、サラダ、おお、ヘルシーな。不思議、大丈夫ですか？パスタ、うどん、うわー、いいなー。愛知のユニスのフォロワーが少し増えた、いいな。優しすぎでしょ。しかもいつもクオリティ高いし、動画の すごい。もうマネージャーやん マネージャーだって。こんにちは。ああ、お昼休み終わり、頑張れー。マーキーの候補だ できるよ できる、絶対。逆にしてほしい、本当に。こんにちは。お昼です。お昼配信して、夜して、夜配信してですね。今日結構配信デーだな。今日も雨降ってないです。でも午後降りそう。ああ、でもどうだろう、夜は降んない。ちょっとね、まあ曇り時々晴れって書いてある。夜配信、みょうよるの後は
は個人配信するかな。ひろゆきさん、尊いありがとうございます。そっち、雨降ってるとこもあるね。南蛮カレータルタルチキンショー、うわー美味しそう名前聞いただけで美味しそうじゃん。それはねえ、カラッと、まあ晴れてほしいっちゃ晴れてほしい。まあでも外に出ないので基本、まあ、関係ないっちゃ関係ないではあるけど、雨以外だとまあいいよ雨ってだけでなんかちょっと気分が下がるので。はあ、うん、明日までに仕事終わらせたい。頑張って皆さん。憂鬱なばあさん、バラありがとうございます。お、ボスのね抹茶ラってね全然売ってるね多分。しゅんさん、ハートありがとうございます。天気天気悪い、曇りですね。雷鳴ってる、わお。寝るか、寝て、どうぞ寝てください。なんか最近配信多いよね。あ、もともとね配信2回配信とかしてたけどね、今公演もないですしね、会う時間がないから、ね、会う機会がないんでね。地元の子、お、初戦、おお。ね、この時間ね眠くないご飯食べて眠くなる。あら、また雨降ってる。高校野球、夕飯買ってきてもらいました優しい先輩だ。お昼寝しちゃうことありますよ。寝るのが好きだからね。かわいいでしょ、もっと増やしてもう来ちゃいなうちに来ちゃいな何の権力もないけど30度超えも、あー今日何度だ。部屋に、お家にいるとわからん、気温がわからん、まあ、最高気温29度です。今27度ぐらい。何公園が好き。でもどの公園も好きだけどな。意外とあんまり数をね私はまだ経験してないかもね。チーム公演とかはあれだけど、苦手な公演ないですね。ディセットとかのセットリバ好きかな。あ、福岡試合中だって。うん、
こんにちは。ああ、30超え。次の動画どんなの作るか迷ったよ。すごい。なんか、おすすめ出てくるもん。すごいよね。すごい。できた動きでノープラ、あ、それはね、言われますよね。言ってもらうことは多いんですけど、本当にそれはね、してみたいよ。うん。多く視聴しよくてね、頑張ってほしいけど、こっからまた谷川さん。ありがとうございます。アイス、ホグピグさん、ハートありがとう。ね、熱中症気をつけてくださいね。シアターの女神とか、あー、私わかんないんだよね。ほんとパジャドラとかも、公演をどんな公演なのか見たことがあんまなくて、そう、ノーパラ。一郎さん、かわいい、ありがとうございます。懐かしい、ノーパラね。うん、こんにちは。こんにちは。秘密基地バージョンアップ中です。七色公園を見てください、皆さん。 DMM で七色やるみたい。ノーパラクリスマス公演見に行って、あ、トナカイトナカイね、トナカイね、そう、トナカイかぶったね。結構かぶり物好きだから、普通にイヤイヤとかじゃなくて乗り気でトナカイ被ってたけど、懐かしいね、懐かしいね、ナイロね、ね、あ、ん？さ、ん？材質？素材？なんだろう、わかんない。あ、でもこれ電池なので、電池式なので、あの USB とかじゃなくて、あのコンセントとかでもなく、電池で光るやつなので、だし熱くなったりとかはないです。この取れるんだよ、これが取れるんですよ。ここのなんか、ここで先がこう光ってる、光るみたいな、そう感じです。786です。ありがとうございます。あ、786。86。8日目。
ですね。マンゴーミルク？何それ？ファミマのマンゴーミルク。え、ファミマはなんかファミチキがでっかくなってるらしいね、今ファミチキはすごい好きだったな、中学生の時。100日目に夜配信で光らせてみる。あ、もう光らせてますよ、夜昼から。あ、もうファイト、パワーを送り中。あー、いちごとメロンのシリーズね、のマンゴーバージョンね。あー、うん、それは絶対に美味しいよね。それはもう絶対に美味しいじゃん。糖は 60% と、え、そうなの？どこ情報？そうなんだ。メンバー内でも人気の衣装、人気の衣装なんだろうな。うーん、やっぱでもバレンティの衣装は人気じゃないかな。あ、でもテンション上がったしね。あとなんだろう、恋バタフライとかもね、かわいい、人気かな。最近こうさくらさんのね、あれ作ってくださった衣装もめっちゃ人気じゃん。うん、辛さ2倍らしい。辛さー、高秀さん、ハートありがとうございます。でかかったよ。今度動画にしてみる。おお、いいね。うん、こんにちは。今日マイキーの誕生日らしいよ。東京リベンジャーズのマイキー。わあ、かっこいい画像がいっぱい載ってますね。
おめでとうだね。ね、トレンドに昨日の夜からもちょっと入ってた。検索が結構波乱が起きて、本当ですか？読んでないんだよね、検索。読みたいけど。ソリカンパニー就職。いやー、わかる。でも、なんか女の子の憧れが詰まってるよね。働いていきます、頑張れー、ファイト。そう、でもアニメで追ってます、私。アニメ終わったらまあ読み、確かにね。検索最終章やばいじゃん、マジか、やばいな。ディベン、あれかな、一期じゃ全部終わんないかな。あ、どうなんだろう。原作長いよね。だってもう、終わる？一期、二期まで、二期とかありそうじゃない？だよね。一期じゃ終わんないね。24巻で、あーだらら、それはもう24巻、それはもう、じゃあまあ終わんないな。アニメの映画、あの、だから鬼滅みたいな感じでやるかな。やってほしいね。こんにちは。電車の天下の方いいな、大人がいいいな。リモート会議ファイト、仕事もあります、ファイト。みんな戻っていくんだね。鬼滅もまた続編が始まっ、続編っていうか2期も始まったらまた再熱かな。再熱っていうかさ、今もまだ全然人気だけど、一旦ちょっと落ち着いてる感じはあるじゃん。足しびれた、どんな寝方。ハロウィンまでかな。働かないと収められない。偉いぞみんな。ねえ、また鬼滅ね、盛り上がりそうだよね。見たいもん、普通に早く見たいもんね、アニメで。1話しか見たら、見ないと。いやでも1話だけでも、1話見た時のなんか衝撃が忘れられない。なんか結構1話ですごい引き込まれた気がする。でも1話2話3話もうこう早く見たい見たいってなる感じだったから、
あっという間に見ちゃいましたね。うん、結構衝撃やったな。うずいさん、わかるわ。でも あ、ちょっと忘れてる部分ありそうだな。もう一回見直したいな。どこで終わったっけみたいな、忘れがち。アニメ続編前、日記やる前に、あ、どこまでやってたっけなみたいな、どう終わったっけみたいな、なりがち。原作漫画見ました。鬼滅はね、見ましたね。うん、鬼滅はちょっと 見ちゃいましたね。全部最後まで見ちゃったね。泣いたけどそのまま、え？でも本当に泣けたよね。泣けるよね。1話目から結構泣けた気がするな。今度地上、あ、そうそう、地上波でやる。あ、映画で、映画の続きからってことかな、ってことなのか。どうだったっけな、ちょっとどこどこ忘れてる。経験者の、あ、直後から人気が始まるってことだよね。ふむふむ。鬼滅、ゲーム、鬼滅のアプリあるんだ。ちょっと思い出したかもしれない。こんにちは。マスクとかもさ、鬼滅の柄の、何、炭治郎と善逸と禰豆子のやつ、めっちゃ見かけたな。見かけるし、今もまだ一時期めっちゃね出てたね。DVD、 第5、みたいなシステムで、そうなんですか、マジ。それはちょっとさ、わあ、面白そうだね。DVD。そういう系のゲームが出るってこと。
PS4 とかに出るんだ。はあ。10月に出る。待って、アニメさ、確かそんぐらいじゃなかった？秋じゃなかったっけ？2期やるのが。もうそこもうまた流行りますな。また盛り上がりますな。鬼滅。まあね、アニメ好きでもゲームはね、あんまり。そうね、ハマるかどうかっていうのはちょっと別ではある。秋だ、秋ね、もう楽しみだよ。早く秋にな、楽しみっていうかもう秋が好きだから、秋って最高だから、もうそれプラスアニメもやるし、あと映画もやるしね、いろいろ。とにかくじゃあもう夏をスキップしてください。もうスキップっていうかもう終わって、夏さん、季節ちょっと交代してもらって。ただのおじさん、ハートありがとうございます。2人してすごい。ねえ、涼しかったけどね、ちょっとね、全然暑い。から始まるアニメなんかも出てんのかな。秋アニメ、10月から始まる。もう出てんじゃん、もう出てんじゃん。ちょっと早早、なんかあるかな、私見たいやつね。え、三角窓の外側は夜。映画見たかったんだよな。面白そう。いやでも結構いっぱいあるよ。すごいあるけど知らないのばかりだ。あー、どうだ。あー、うん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 、これで全部かな。コードギアス、あら、鬼滅、鬼滅が載ってない。どれがいい、どれが
あれなんだろうな、人気なんだかな。ミーハー。9月ぐらいから始まるんだっけ？あ、10月だよね。10月ですよね。10月です。10月くらいだと予想っていうかもう出てる？10月だよね。なんか見た気がするんだよな、どっか。10月だよ。私はどんな作品が好きかって言われると、なんかね、まあとにかくなんかマニアックなアニメあんま見たことないんですよ。だからもう人気作品ばっかりなんですけど、ミーハーなので、そうリゼロとか、あ、ディゼロ、ゆるキャン、ワンパンマン、あとなんだっけ、鬼滅もだし、あ、ヤクネバと、あとかぐや様、全部見たね。かぐや様とか、他にあったかな、働く細胞とかも好きだった。なんかもう人気ばっかだよね。人気っていうかさ、なんか見てる人が多い。あ、東京リベンジャーズ今はばっかりではあります。じゃあ、あれだ、ゴッドム花嫁、あと、うん、ですね。え、なんか、あ、呪術廻戦もまあ見た。鉄板人気アニメトップ10とかそういう感じの、なんか大体見てる。そっから結構見ちゃうね。あ、なんかでも、いや、なんか人からこう勧められて見たりしたのは呪術廻戦、ひじりだな、ほとんど呪術廻戦とか、結構見てたけどな。そう、とにかくそういうのはひじりから勧められて、で見て、逆に五等分の花嫁とかひじりに勧めて見てハマってたね。でもワンパンマンとかさ、何リゼロとかさ、全部進めてんだけどな、あの人見てくんないんだよな。古見さんで会ってる、コミショでおすすめ。
かぐやさんも好き。あ、でも超面白いね。ようやろはですね、19時予定です。そう、ひじりに、いや、ひじりからも影響され、愛理もひじり見てほしいのを勧めてる。で、まあ、五等分の花嫁はそれで見てくれたんですよそうで、かぐや様が好きだったの、アニメでも好きで映画を見に行ったし、で次続編も映画もう始まるんですよね。だから見に行きたいんだけど、見てくんないと。ひじり見てないらしいんですよ、かぐや様一回も。とにかく見てほしいね、今早くそれを見てって言ってます。映画ね、一緒に行きたいから早く見てって言ってますね。そう、意外とだから、うーん、なんかミーハーなので、私はひじりは意外と他のやつも結構見てるからな。かがやさん今日からだっけ。あ、そっか、もう20日か今日、やば。うわ、行きたい。見に行きたいんだよ、私、かぐや様の映画。アニメも見たし、アニメなんか 3期とかもやりそうだよねと思った。2期終わって、いや、やるかな。うん、かぐや様、3期もすごいけどさ、疲労かがな、呼吸やばいね、すごいな。異世界食堂のさ、それさ、いや、さっきちょっと見て、え、なんか、え、見てみたいなってってちょっと思っちゃったかも。世界食堂、現代の食堂の扉が出現してね、なんか気になるな。1話完結、あ、そうなんだ、1話完結系ね。こんにちは。世界食気になるね、ちょっとメモっとこうかな。
ろんな場所に食堂につながるかもしれない。ああそうなんだ、面白そう。どの扉がつながるの決まってる。なるほど、周期で決まってる。なるほどね。お時間テレビの前に、深夜のアニメ、深夜のアニメとか私見たことなかったんだよね。そうっていうか、もう学生の頃はもう超早寝早起きだ、早寝早起きで、そうだから部活もあるし朝6時に起きないといけないし、もう絶対早寝だから深夜まで起きるとかなかったな、テスト期間以外。次回の金か、夜更かしとかだからしたことがない、なかったね。今は全然しちゃうけどさ、こんにちは今はしちゃうの、まあ、仕方ないねでも部活、そう部活とかあったらさ、ほんと寝ないとねやっていけないからね。まあ公演の時とか私は早く寝ますよ、なるべくね。学生の頃は部活とか私あんま入ってなかったりしたらあれだったかな、夜更かししてたかな。でも夜更かしできない、もう早く寝なって、みんな早く寝る家族だったんで、割と夜更かしね、しなかったな、あんまり。朝眠いじゃん睡眠時間少ない状態で学校行くのが辛いじゃん。そう、でも6時に朝起きて、毎朝起きてて、今考えると学生ってすごいな。ああ家帰ってきて寝てたね、なるほど。私はもうギリギリまで部活やって夜帰ってきてたから、ぐっすり早寝ができるというね、健康的な生活。学校ってすごいな、やっぱ学校ってすごいな。でも仕事でもやっぱそういう人はね、そうだもんね。そういう人はっていうか、もう普通に朝何時出勤で何時に帰宅ね、そういう生活を送ってる人もがほとんどっちゃほとんどか。それはすごいな。でもだってずっと学生からそういう生活を送ってるっていう方もいるかもしれないし、いやすごい、みんなすごいな。6時半起きは、ただのおじさん、ハートありがとうございます。すごい、朝早く起きるのってもうさ嫌だけどさ、
仕方ないのか。もう習慣になっちゃったらもうね、習慣っていうかもう学生の頃とかもね、起きたくないなと思っても起きなきゃだし。早寝早起きできるようになった。えらい。あー、二度寝したいタイプね。なるほど。好きな動画見たり思う。何してたかな私。通学してるときは音楽聴いてたかな。意外と音楽聴いてたか。意外とっていうか今あんま音楽聴かないね私。そうでもさすがに高校生で聴いてたな。寝てたな。バスとかに寝ちゃってたな。私も目覚まし派。でもジップもたまに見るときもたまにね。ケイトじゃん。ケイトだっけ。クジャ本当どこでも寝てた。私も今でも別にどこでも寝れるけど、昔は昔っていうかね、どこでも寝れる。今も。どこでも寝れちゃう。こんにちは。なんか自転車通学とかしてたりする子もいたね。いいなと思ってたけど、私と同じ中学だった子とかが高校、私はもうバスとか電車使ってたんですけど、もう自転車で行ってる子とかいて、何十分もかけて、いや何十分、1時間でもなんか、最初は1時間ぐらいかかってたけど、慣れて40分ぐらいで行けるようになったみたいな、そう行ってる子とかいて、自転車で行ってた子いたね。同じぐらいの距離、私と住んでるとこ変わらなくても自転車で行ってたりして、私はちょっと無理でした。そうでもなんか近い子とかはさ普通に自転車とかで来てたりしてたけど、そういいなって思ってたね。雨の日はさすがに電車とか使ってたね、その子たちは。私も仲いい子がいて、一緒に自転車で行くみたいになってたら全然行ってたね。仲いい子は、あ、女中学で仲いい子、まあ友達はいたけど仲いい子
子は高校他校の子だったので、その子たちがバスとかだったから、そう一緒にしましたね。私もバスにしましたね。バスとか電車とか。可愛いですよ、自転車乗らないように、そんなことある？どうなんだろう。結構みんな自転車の子も割と多かったかな。どうだろうね。みんなどんぐらい多かったの？どっちが多かったの？いや、電車多かったかな。あの人数的には可愛い女の子はわからないけど女の子みんな可愛かったけどね。でも私の学校女の子可愛かった。あー、学年分かる。なるほど、なんか分かれてんだね。ヘルメットしなきゃダメなのか。ヘルメットこ、そうなんだ。こっちヘルメットしなくてもあれだったの多分。中学自転車ダメでしたね。なんか中学って近いじゃん、みんな多分地域区域みたいな地域の意外と指定学校みたいな。なんかでも自転車ダメだって言われてんのに自転車でなんか来て怒られてる子とかいたけど、でなんか学校の近くに止めてみたいな子もいたし悪い子がいたな。高校ヘルメットなかった。ヘルメットね、残った。でもなんか地域によってはあるらしいですね。自転車通学中学、でもさ、まあこういうのはあれなのかな、なんかやっぱ学校が遠い地域のもあるもんね。そう、私んところはだからいっぱい中学校とか周りいっぱいあったから、多分どっかしら近いところに行く感じなので、ほらなんかさ、学校が少なくて割と時間がかかったりするみたいなところもありますもんね、学校までね。3キロ以上は自転車 OK だ。ああそうなんだ。もうね、私のとこは禁止でしたね。だいたいみんな近いから。車で送ってもらうとかもとかいう人もいたりするよね。だってあの田舎とかの学校よくテレビで見たことある。送り迎えしてもらってみたいな、お母さんに朝送ってもらってみたいな。ねえ、すごいなぁと思う。そうですよね、そんな学校多くなかったりねするところもあるもんね。部活入るしか、部活に入ったら OK みたいな。車登校私は寝坊した時だけ車登校です寝坊した時、
中学は大丈夫だったけど、近いから良かったけど、高校はもう寝坊したら終わりなので、寝坊したらもう終了なので、もう寝坊した時だけパパを叩き起こして送って、うん、なんでって、もう前日に言っといてよって言われるけど、いや寝坊する予定じゃなかったからっていうね、そうちょっと怒られるけど、なんだかんだ送ってくれるというね。いい迷惑ですよパパからしたらなお仕事あるのに寝坊する予定はね、ないです、ないじゃんわかんないじゃん、朝になってみないと朝になってみないとわかんないので、申し訳ないけど無理なんですよ。前日に言うことは不可能なんです。もう明日寝坊する気満々で寝坊する予定だから明日朝送ってねはないですよねあ、でも前日に言うときは雨の日、大雨の日とか、まあ雨でも行くけ、行くときは行くけど、まあなんか大雨の日とかは明日大雨の予報だから、ちょっと車でお願いしたいっていう感じ前日に言うときはあったかな。あとなんだろうな、なんかさ大雨の時さバスがめっちゃ遅れるんですよ。そうバスさ本当に遅延しちゃうのね、本当に遅延しちゃうんですね。でバスの遅延症って聞かないんですよ。バスが遅延しても遅延症出してもダメなのよ。電車はね遅延してたら遅延証明書もらって遅刻回避できるんですけど、バスはダメなのよ。だからそうちょっと雨の日は頼ってましたね私が早く起きて早く家を出れば済む話なんですけど、マジって遅れるんだよね、ゴリゴリ遅れるんですよね、うん、30分早く行ったとしても結構普通に遅刻になる可能性もある雨の日は。でも西鉄バスが多いもんね。意外となんかバスの本数が西鉄バスほど多くなかったので、これ逃したらあ次10分後みたいな、その10分で結構変わっちゃうみたいな、そう、うん、感じでしたね。だからなんかそのお家の近くからまず駅までバスで行きますっていう時のその最初の段階、だからお家から駅までバスで行って、駅からまた学校までバスっていう乗り継ぎ、2回ね私はバスをこう乗り継いで行ってたりしたんですけど、その家から駅まで行くそのバス停で、バス停っていうかそのバスでさえももうなんか雨の日はもちろんめっちゃ並んでる、しかもバスが満員でもう入れませんみたいな、もう乗れません、だから通過しますみたいな感じで
もう止まってくれないんですよ、まず。そう、なのでみたいな、そこでまずもう時間が遅れるっていうことがあったりして、もう本当に私はあ終わったわってなってバス停行くじゃん、バス停、その家の近くがバス停ね、乗れないってなって、あもう時間やばい時間やばいってなって、もう家戻って家戻って、お父さんを叩き起こして結局車で行くみたいな。最初から車で行ってた方が早かったけど、まあでもさ、なんとかね、お父さんにも迷惑かけないようにバスで行こうって、普通に自分で自力で行こうというね気持ちで最初はもう家を出るわけですよ。そうで、まあ無理だってなって、最終的に頼む。それでも本当だから、バスが本当にダメだった場合、お父さんに送ってもらうっていうことでやってました。そうそう、でもそれで言うんですよ、私はバス本当にもう来なさすぎて、もうダメ、もうやばい、もう遅刻しちゃうって言ってちょっと泣きかけ半泣きな感じでちょっと言って送ってもらう。そうです、そうなんだよ。もうでも本当にさ、もうさ、もう雨の日やばいんだよ、バスが本当。本当にね、やばい。もう入り口ギリギリまで人がもう乗ってて、そう、しかもさ傘とかで濡れるじゃん。そう、やばいよ。止まってくれないのはちょっとな。バス停に、あなんか、ま、通過しますみたいな。もう朝からもう嫌になる。学校行くのも嫌なのにさ、その学校行く段階でさ、そんな嫌な気持ちになってさだから雨の日は嫌いなんですよ。そういうのもあって雨の日はいい思い出がないんだ。朝からめっちゃ走ったこともあるし、雨の中バスで、ま、バス乗ったとします。あバス乗れた時もあるよ、もうほんとギリで、もう満員の中ギリに乗って、でバスも本当遅延して、学校の近くのバス、こうバス停に降りるじゃん。でそっからもう学校もう教室までほぼダッシュですよ。なんでバスでさ、その遅延しちゃっててさ、本当に授業あのチャイムまで本当ギリの遅延しちゃって、本当ギリギリでバス停降りたら、もうとにかく学校までダッシュなわけですよ。本当に学校までダッシュ、上履き下駄箱までダッシュ、上履き履き替えて、もう教室まで階段登るのもダッシュみたいな。もうでもみんなも結構周りにも結構いるのよ。雨の日は結構みんな遅れてる子多いから、すごい人がすごいいっぱいいて、あの下駄箱とかにも。で私はもうその何あのこのさ時計 iPhone の時計とかで何秒とかこう見れるんですよ。だからあやばいチャイムまであと何秒みたいな、もう本当に命がけでダッシュして、そうみんないやこれ間に合う多分いけるみたいな。そう4階とかで、高校1年生の時とか4階とかで、もう一番上の階何階だったかな、ほんと3階4階とかもう地獄でしたね。
階段登んないといけないから、その分そのチャイムに間に合わない可能性がね高くなるので、もう3年生とかになったら一番下の階とかで、めちゃくちゃありがたかったね。そうチャイムにね間に合わないとね、チャイムが鳴り終わった時までに座ってないと、あ、うん、教室に入ってないと遅刻なんですよ。遅刻だったんですよ私の学校は。なのでもう本当にチャイムになってる時に階段をみんな爆走でか本当に階段を上ってみんなダッシュ本当ね体力がすごいあったな。もうやだな本当に、朝からそれはやだったね。もうそれで帰りたくなったもんね。階段ダッシュあるあるな、あるあるだよね階段ダッシュ、マジあるある。出川工場一番奥なの、わーそれね、あーそれ辛い、それ辛いやつだ。いやーでもあった気がする。もうだから階段からそこもうダッシュ、階段上がってすぐだったらいいけど、廊下を走んないといけないみたいな。トニーさんチャイムは待ってくれないんですよ。もう疲れたよ、朝からそういうのも結構いっぱいあって疲れたわ、疲れてたわ。すごいわ学生って、すごいわ。坂の上、うわー大変だ。そんなこともありましたね。だからもうとにかく雨の日の朝はね嫌いでした。まあいい思い出ではあるけど、いやそろそろ1時半も過ぎたということで、そろそろ終わりますかね。夜は妙夜がありますのでよろしくお願いします。ランキングを見ます。13位谷川豊さん、12位スミスジュニアさん、11位ニシプーさん、10位ひろゆきさん、9位ゆうとのばらさん、8位 PKS さん、7位なおさん、6位ペシさん、5位ターくんさん、4位ノットさん、3位ミュッテンさん、2位ホグピグさん、1位クロちゃんさんです。妙夜は7時からよろしくお願いします。はい、ということで妙夜までお仕事します。頑張れゆでさん、ファイトありがとうございます。はい、じゃあ7時にからは妙夜です。今日はい、よろしくお願いします。またねー、バイバーイ。